韓国の軍事力は日本より優れている。ところがアメリカに実際に戦ったら日本が勝つと言われてしまう。皆さんは日本と韓国の軍事力についてどのようなイメージをお持ちでしょうか。隣国でありながら歴史的、地理的な要因も絡み合い、両国の防衛体制はそれぞれの特色があります。韓国のメディアや世論ではしばしば韓国の軍事力は日本を凌駕しているといった声も聞かれますが、果たして実情はどうなのでしょうか。今回は軍事費や兵力、装備など具体的なデータを交えて日本と韓国の軍事力を比較し、それぞれの強みと課題を明らかにしていきます。数と質が交差する防衛の世界でどちらがどのような点で優位に立つのか、皆さんもぜひ一緒に考えながらご覧いただければと思います。1、日本と韓国の軍事力比較。皆さんは日本と韓国の軍事力の差についてどのように感じていますか。韓国のメディアや世論では韓国の軍事力が日本を上回っているという意見をよく耳にします。しかし果たして実態はどうなのでしょうか。具体的な数字を交えながら両国の軍事力を比較してみましょう。まず2022年の軍事費から見てみましょう。日本は年間約460億ドル、韓国は約464億ドルを軍事費に充てており、金額的にはほぼ同等です。しかし両国の GDP に占める防衛費の割合を比べると、韓国は 2.72%、 日本は 1.08% で、韓国の方がはるかに大きな割合を防衛に投じています。また2019年の韓国の軍事関連研究開発予算は日本の3倍以上である3911百万ドルにも上ります。こうした財政的な背景からも韓国が軍備増強に積極的であることがうかがえますね。次に兵力に目を向けると、韓国は徴兵制を採用しており、2023年時点で約61万人の現役兵を抱えています。これに対して日本の自衛隊は志願制で約26万人、つまり韓国は日本の倍以上の規模の兵力を保有しているのです。いざという時に頼りになるのは数だと感じる方も多いかもしれませんね。一方で自衛隊は志願制であるため、士気の高さや訓練の質において優れた評価を得ています。日本は訓練の質を重視する戦略を採用しており、空自の練度はアメリカ軍からも一目置かれるほどです。空軍の装備に関しても見てみましょう。韓国は主力戦闘機として F-15K を配備し、全体で約446機の戦闘機を保有しています。一方日本の航空自衛隊は335機とやや数で劣りますが、高性能な F-15MJ や F-35A といった空対空戦闘に特化した機体を保有、空中戦能力においては高い評価を受けています。さらに海軍力についてですが、海軍については、実は日本と韓国は親と子ほどの差があると言われています。もちろん日本が親ですよ。これについては後で詳しくお話ししますね。軍事力を考えるとき、数と質の両方を考慮する必要があります。韓国は徴兵制によって数の優位を誇りますが、志願制の自衛隊は士気と練度で韓国軍を上回るとされています。また徴兵制には予備役という強みがある反面、士気のばらつきが生まれる課題も指摘されています。このように日韓の軍事力は一長一短があり、単純な比較では優劣を判断するのは難しいですが、ここまで見てきたところでは数の韓国、質の日本という感じですね。
2. 海軍は親子ほどの力の差がある。海軍については、韓国海軍は日本の海上自衛隊よりはるかに劣ると言われています。そしてそれには確かな理由があるのです。まず日本の海上自衛隊は数と質の両面で優位に立っています。主要艦艇では日本がヘリコプター搭載護衛艦を4隻、イージス艦を7隻揃える一方で、韓国はそれぞれ1隻ずつしかありません。海上哨戒機の数でも日本の P3C や P1 哨戒機が100機を超えるのに対し、韓国は P3C を16機、今後 P8A 哨戒機が加わる予定ですが計20機にとどまります。この差からも日本が周辺海域の監視能力において韓国を大きく上回っていることがわかります。また軍事専門家によると、韓国海軍の練度や作戦遂行能力には懸念があるといいます。実際過去には弾道ミサイル追尾で失敗した例もありました。2016年、北朝鮮が弾道ミサイルを発射した際、日米韓のイージス艦が対応に当たりましたが、韓国の西宗大王だけがミサイルを見失い、日米に問い合わせる事態となったのです。装備が充実していても現場の技術と経験が不足していると、いざという時に機能しない可能性があるわけです。この点で日本の海上自衛隊は長年にわたりアメリカ軍との共同訓練を積み重ねており、極めて高い訓練水準を誇っています。皆さんもご存知のように、日本の自衛隊は全員が志願兵で構成されており、専門的な技術や知識が備わった隊員たちによって運営されています。志願兵と徴兵によって集められる韓国軍では、先ほどもお話しした通り、士気や意識面でも大きな差が生まれるのは想像できることですね。自衛隊の海軍は日本海軍からの流れであるのに対し、韓国海軍は戦後ゼロからスタートしているという根本的な差もあると言います。さらに災害派遣から防衛任務まで幅広く活躍することが期待される大隅型輸送艦の配備が日本で完了しました。一方、それを意識した韓国も全通艦板を持つ強襲揚陸艦を建造しましたが、軍事専門家たちには、島国の日本と大陸続きの韓国では必要な配備が全く異なるはずなのに、なぜそのようなものを配備したのかと酷評されたのです。本来韓国の仮想敵は北朝鮮であるべきなのに、あからさまに日本を意識した装備に資源を割く姿勢が疑問視されるのは当然のことですよね。結局海軍においては、質、数、いずれをとっても日本の方が韓国よりはるかに優れているというのは、最近の韓国の一部の学者も認める事実のようです。 3. 本当に戦ったら韓国は日本にかなわない。そんな中、2023年12月米紙ニューヨークタイムズに、韓国軍と日本の自衛隊の実力について、もし日韓が本当に戦うことになれば韓国は日本にはかなわないという趣旨のコラムが掲載されました。皆さんはこれをどのように感じますか？意外に感じるでしょうか？実際韓国軍は兵士の数や予備役の数で日本を大きく上回ります。しかし現代の戦争では兵士の数だけで勝敗は決まらないのです。韓国軍は数の面で優位に立つ一方で、運用の面で課題を抱えています。例えば徴兵制では、士気や訓練の統一が難しく、日米の軍隊のような志願制と比べて、統率力や士気が一定でないことが多いというのです。近年韓国兵の兵士のレベルダウンが進んでいるといいます。産経新聞ソウル駐在客員論説委員の黒田氏の話によると、今の若い兵士は消費社会の空気の中で育っているため、彼らの待遇改善の要望に応える形で軍施設にはカラオケルームや健康設備が作られ、
弊社のロッカーを開けると化粧品でいっぱい。一人っ子家庭が増える中、男子を送り出す母親も神経質で、軍当局は訓練で兵士が怪我したらいちいちその経過を報告するなど、家族のケアに翻弄されているという実情があるとか。これでは運用面の問題が出てくるのは必然かもしれませんね。一方、自衛隊はアメリカ軍と緊密に共同訓練を行い、運用面での精度を高めているのは言うまでもありません。こうした背景から、もし本当に戦ったら韓国は日本にかなわないというのは、単なる物量比較ではなく軍事の質的な側面からの分析でしょう。もちろん韓国とは本来協力し合わなければならない関係ですし、両国の状況も違いますので、勝ち負けの問題ではないと思いますが。4. 韓国の仮想敵国は日本だった？ムンジェイン政権時代の韓国では、日本があたかも仮想敵国として扱われるような事態が多く起こりました。その姿勢は多くの国際安全保障の専門家や日本側から注目され、時に驚きを持って迎えられたものです。実際、北朝鮮という近隣の脅威が存在する中で、なぜ韓国は日本に対してこうした敵対的な態度を示したのでしょうか。例えば韓国政府は防衛力の強化を進める中で、日本の軽空母出雲型を意識した空母の建造計画を発表しました。しかし韓国は依然として艦載機を保有しておらず、実質的な運用が難しいにもかかわらず、その設計には日本に対抗するという意図が感じられます。軍艦の名称にしても、イージス艦世宗大王は15世紀に対馬を侵略した王の名前です。他にも潜水艦に伊藤博文を暗殺したアン・ジュコン、揚陸艦に互いに竹島の韓国名ドクトッと命名するなど、本来友好国として連携すべき日本に対するデリカシーや配慮がまるでありませんでした。韓国海軍主催の国際艦艦式で、海事艦艇に自衛艦機、旭日機の掲揚自粛を求めてきたこともありましたよね。このように文政権下では幼稚と言われても仕方がない挑発を繰り返してきました。また韓国の防衛強化には、日本を仮想敵国と見立てた計画が含まれることがあり、文政権下で特に顕著だったのです。2019年には竹島に関連する防衛訓練が大幅に強化されました。この訓練には初めてイージス艦が投入され、規模が例年の2倍に達したのです。竹島に上陸する訓練も含まれており、これは明確に日本を仮想敵として想定した行動だと言えるでしょう。さらに韓国海軍は日航空機対応指針を策定し、自衛隊機が特定の警告に従わなかった場合、下記管制レーダーの照射を指示する規定を設けました。このレーダー照射は相手に攻撃の意図を示すもので、協力関係にある国の間では非常に異例の対応です。実際、韓国海軍が自衛隊機にレーダーを照射した事件がありましたね。日本側は強く抗議し、国際的にも大きく問題視されました。このレーダー照射事件に関しては、韓国は言い訳を二転三転させ、結局拉致が開かないとして日本政府は対応を中止しましたが、2024年になってレーダー照射の隠蔽は文大統領の指示だったと報道。この一連の対応は、日本を韓国の友好国としてみなしていないどころか仮想敵国としていたと言われても仕方のないものでした。こうした韓国の軍事政策は、当時の文政権の民族主義的な政策と密接に関係していると言われています。文政権は中国や北朝鮮に接近する一方で、日米との協力を軽視する姿勢がしばしば見受けられました。その結果、日本を仮想敵とした防衛強化が進み、日韓関係はさらに悪化したのです。
この対応にはアメリカも大いに頭を抱えていたのだとか。日米韓で協力していた中国、北朝鮮に対峙しなければならないところ、韓国が反日感情をむき出しにしていたためです。しかし現在のユン・ソンニョル政権になってからは、対北朝鮮防衛を最優先とする方針に変わり、日本との関係も改善傾向にあります。例えば竹島での演習も規模が縮小され、対日摩擦を避ける姿勢が示されているなどです。政権が変わるたびに大きく政策が変わる韓国ですので、今後も状況に注意が必要ですね。5、日本と韓国の軍事同盟は成立する？では日韓の軍事協力の今後について考えてみましょう。皆さんは日本と韓国が軍事同盟を結ぶ可能性はあると思いますか？実は2023年10月の韓国の世論調査結果で驚くべき結果が出たのです。この調査結果は韓国統一研究院の統一意識調査によるもの。今回初めて日本との軍事同盟に対する賛否を直接問う設問が追加され、賛成すると答えた人が半数以上の 52.4% に上ったのです。また中国の脅威に焦点を当てると賛成率はさらに高まり 55.3% に達しています。この背景には北朝鮮による核開発やロシアのウクライナ侵攻など国際的な安全保障リスクへの意識の高まりがあると考えられます。歴史的背景から根強かった反対意見がこの脅威を前に揺らいでいるのかもしれませんね。いつもの反日だけど困った時には助けてほしい精神が出てしまっているとも言えるのではないでしょうか。ただし韓国の全政党が一貫して日本との同盟を推進しているわけではありません。野党ともに民主党支持者の中にも日本との同盟に賛成する層が増えていますが、依然として歴史認識問題への懸念が根深く残っています。韓国人にとって日本との同盟を進めるにはこの問題が依然として解決が必要だと見られているのです。一方で日本が韓国との軍事協力をどこまで進めるべきかも簡単に答えが出せない問題。現状日韓は軍事情報包括保護協定 GSOMIA に基づく情報共有を行っていますが、これ以上の協力を模索するにはさらなる政治的な協議が必要でしょう。また日米韓の3カ国は共同訓練を実施しており、北朝鮮の脅威に対抗するため実質的な協力体制がすでに構築されていますが、正式な同盟として明文化されてはいません。そしてロシアと北朝鮮の動向も日韓関係に影響を与えています。ロシアと北朝鮮の間で包括的戦略的パートナーシップ条約が交わされ、両国間の軍事協力が強化される可能性が浮上していることも日韓の安全保障協力を一層強める必要性を喚起。それでも日本と韓国が正式な軍事同盟を結ぶ日が来るのかどうかについては依然として疑問が残ります。韓国政府高官は韓米は同盟であり日本とは同盟関係にはないと明言しており、過去の歴史問題や竹島問題が引き続き障壁となるでしょう。こうした状況を踏まえて日本と韓国が軍事同盟を結ぶ可能性について皆さんはどう思われますか？こうして軍事力を比較してみると日本と韓国の立場の違いが浮き彫りになりますね。日本の自衛隊は厳しい憲法の制約の中でも私たちを守るために着実に役割を果たしてくれています。特に最近多発する自然災害の対応での活動には本当に頭が下がるばかりです。一方国際情勢が複雑さを増し
韓国との関係にも一層の注目が集まっています。主に韓国側の主張によって様々な問題を抱える日韓関係ですが、軍事面も含めて今後の展開に注目が必要ですね。それでは最後までご視聴くださいましてありがとうございました。もしよろしければ皆さんのご意見や感想をコメント欄へお寄せください。またよかったら高評価ボタン、シェアしていただけると嬉しいです。それでは次回の動画をお待ちください。